こいつに関しては本当にずっと変わんない未知数ではあるからね。これが4年経った幼虫。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが沖縄県くんです。いや、具志堅ですよ。具志堅か、やっちた。まあでももういいかな。いや、そんなことないよ。沖縄の具志堅、そうだから出身地の沖縄県と具志堅がごっちゃになっちゃって、で、県がさ、その沖縄県の県と一緒じゃん。違います。違うの？じゃあどうやって書くの？僕の県の漢字はお菓子の堅揚げポテトの肩で。具志堅の県ってお菓子の堅揚げポテトの肩なの？知ってるだろ。沖縄にもあるよ、堅揚げポテトは。いや、そう、まあそれはそうだろうけど、いや、まあだからすごいよね、超人気だよな。だから俺たちも堅揚げポテトみたいにならないとな。ちょっと油入ってくるわ。おい、なんで揚げられようとしてんだよ。熱いぞ。すごい、よく一息で言えました。実際になるんじゃなくて、あ、存在をね。いや、そうね、それぐらいやっぱやっていきたいね。子供を見てますから、このチャンネルは。そうね、だからその子供たちが、うん、そういえば俺が子供の時からクワカブの部屋ってあったなみたいな、いいじゃないですか、風になれたらいいね、うん、いや、なんかエモいオープニングになりましたけど。一緒に伝説作ってよ。ああ、はい、ということで今日も始まりました。はい、今日作業、そうね、結構こんなに追っかけてる種類っていないってぐらい長期密着の子が出てきます。そうなってくるとどの作業かっていうのがなんとなくわかるかもしれない。前も具志堅撮ったりもしてるかも。だから過去に撮影したことあるなんかそういう感じの子っていうのを出せれば、もしかしたら出るんじゃないかなと思うんだけど。何種類？まあ種類、作業、作業、うん、今までで撮ったことある作業で気になるようなやつ。ルームツアー。いや、ルームツアー追っかけるって言わねえよ。怖え。なんでルームツアー追っかけるって。おい、怖すぎるって。その、ないから、バスツアーみたいな感じでルームツアーないから、ルームツアーツアーになるから、それ。ルームツアー追っかけるって。おお、あぶねえ。なんでネクタイ外したんだよ。これからだろ。あ、一仕事終えたかと思ってた。いや、まだまだ。いや、違います。まあ、ルームツアーもね、確かにね、動画に上げてるけど、年1ぐらいのペースで。うん。うん。確かに、ここも動画撮ったし、あと、昆虫ハウスの方撮ってはないからね、そこもいずれ、動画にしたいなとは思うけど、今日は違います。はい、今回、作業としては、マット交換になります。おー。幼虫の餌交換。へー。そう、マット、まあ、土を、まあ、幼虫は食べて、育っていくんですけども、うん、まあ、菌糸瓶だったりね。ただ、今回はマットで。うん、土で管理してる子で、名前言って思い出せるかな。思い出したらすごいと思う、はい、視聴者の方も覚えてる方いたらすごいって感じなんだけど、うん、今回マット交換する子がカンタミヤマコラシでございます。あー、なんかまあ、お、ずっとね、違うか。お、いや、言ってみた方がいいね。 ずっと寝てる子みたいな。あ、まあまあまあ、近い近い。何年もなんか寝てる子。いや、おい、ちょっと自信なさそうだな。寝てるのは間違いないんだ。そんな、ジラーチってこと？ポケモンの千年に一度目を覚ますと言われる。あ、そうなの？そうそうそう、ジラーチ、七夕の日にね。へぇ、そうって言われるジラーチがいるんだけど、うん、今日はそのジラーチを掘り返していこう。嘘つけ。いや、でもなんか聞いたことあるけどな。具志堅、素晴らしいです。うん、そう、今現在、うん、永遠に幼虫のままの。あー、なんかやったかも。そう、うん、今までこのチャンネル4年以上やってんのかな。2019年の3月に立ち上げて、うん、そっからいろんな動画上げてるんですけど、うん、それまでにね、だからな、長い種類とか3年とかかかる子でも2019年から今までで、もう羽化して1周はできてるの。みんなネプチュンオオカブトとかも2、3年で羽化してきて、うん、サタも2、3年で羽化してきてるしとか、うん、ゾウカブトも羽化してきてるし、でヘラクレスに至っては2、3回ぐらいもうその類代変わってきてるというか、うん、っていう状態の中で、このカンタミヤマコラシは産卵セットからまだ幼虫って感じ、うん、1回も成虫になってないっていう、このチャンネルで、はいはいはい、っていうぐらいかかってるんで、一旦ね、うん、そのどれぐらいかかってるかっていうのも、うん、まあ、確認も含め出しましょう。はい、今回交換するカンタミヤマコラシ、こちらです。さすがに無理よ。さすがに無理。こちら来るわけない。ここに来るわけないから。ああ、納得いってないから、それごめんなさい、うん、こちらです。はい、はい、こちら逆。あ、くそ。じゃあちょっと自信なかったな。
や、自信がいけそうかなじゃないんだよ無理だろ、ごめん、こっちやった。はい、くそ、こちらの2本です。はい、2匹いるって感じなんだけど、はい、これ両方同じタイミングの割り出しした子で、これがね、孵化時期、孵化したのが2019年の10月です。わかる？今、2023年の7月。マジ？ほぼ4年、幼虫のまま。すごい、信じられない。いや、これがね、カンターミヤマコラシっていうのが、まあ一応インドの方になるのかな、北東インドの、ナガランドっていうところのミヤマクワガタらしいんだけど、これランバージャックで2019年のまあ夏過ぎぐらいに購入して、うん、でランバージャックで1オス2メスかな、で記憶がちょっと確かだったら75,000円。いやうん、まあまあいい値段、うん、違うわ、15万だ。もうだいぶ変わってくるよいやそうだよねそれをだから2セット購入しました。いやそう、記憶が確かだったらね、2セットで15万だったか、1セットで15万だったか、ちょっと曖昧になっちゃってるんだけど、うん、もうそれぐらい月日経ってる、うん、で、それもね、購入して紹介してる動画も過去に上がってるんで、ぜひあの古い順とかにしてみたらすぐ出てくると思います。うんうんうん、で、そこからその時になんかもうカンターミヤマコラシの難しさっていうのを僕は全く知らない状態で、で山口店長にそのお買い物購入したら、まあもう勉強代だねみたいな、もう絶対産まないよみたいな雰囲気、うんうん、でそんな中これすごいねみたいな、こんなん買ってみたいな、うんうん、っていうので、だから4メスで産卵セット組んだ結果、うん、奇跡的に2匹だけ取れたって感じ。へえ、でだからもうちゃんと交尾できてるのも確認できたし、全部、うんうん、全部メスっていう感じだったけど、結果的に2匹しか幼虫がいなくて、うんうん、あ、だから山口店長が言ってたのってこういうことかみたいな感覚、うんうん、やっぱちょっと難しいんだなみたいな、普通のミヤマの感覚じゃちょっと違うのかもなみたいな感じ。まあミヤマクワガタなんだけど、でこのカンターミヤマコラシに関してはミヤマクワガタは基本2年で幼虫が成虫になるって感じなんだけど、うん、このカンターミヤマコラシに関してはもう4年から6年って言われてる。うん、そう、信じられないぐらい長い、うんうんうん、そう、それがだからマットが合ってないからなのかどうなのか分かんないけど、単純にそういう種類なのかもしれないっていう、うん、ただもう流通数も本当に少ないから、カンターミヤマっていうのと、これはカンターミヤマコラシって、まあ言ったら亜種みたいな感じなのかな、うん、になるんだけど、そう、流通数が本当に少ないし、結局幼虫もなかなか取れないし、で幼虫期間も長いから SNS 上にこう飼育情報が出回るっていうのがほぼない、うん、っていうような種類、うん、だからこそこう未知数っていうね、うん、ところにはなるから、そう、もうやりながらって感じになるけど、結果的に本当に4年は幼虫しそうだなっていう状態で、うん、でそれをまあ定期的にマット交換してるんですけど、多分途中から結構昼動画とかで追っかけてるっていう子になります、うんうんうん、だからまあミヤマの再生リストとかそこでまあ見てもらえたら嬉しいなと思うんですけど、この2匹を交換していくんですが、もうマットでずっと管理してるんで、だからもうこれテプラじゃないんだよ、当時のままだから。あー、時間のね、そう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 、もともとはね、この青いラベルにこの金色のペンで書いてたりしたけど、昔の、そうそうそう、それがもう今じゃテプラだったり、だからもう唯一の生き残りかな、このタイプの管理方法が、うんうん、っていうこの2匹をちょっとマット交換していこうと思います。はい、はい、ただ成長しっかりしてくれてたらいいけどね、うんうん、はい、というところで、今回必要なものを出しましょう、うん、こちらです。はい、はい、こちら、新しいボトル、お引っ越しする用のボトルと、ハワイアンビートルの J01 と、J11 を混ぜたマットになります、うんうん、もう事前に混ぜてるやつ、うん、はい、これで管理していこうと思います。はい、はい、だからこいつに関してはマット、いろんなマット使ってきたって感じだね、うん、この数年間で、はいはい、だからもともとずっと N マットっていう、うん、もうほんと何かあったらこのマットの N ですって言ってたぐらい、うん、すごい、もちろん未だに人気のマットだし、うん、すごいいいマットなんだけど、うん、そこから始まって、途中多分ショップ MT のクワガタマットプロとか使ったりしてるかな、まあ、たまにうちでも使ってるやつなんですけど、うん、未だにそれを使って、今ハワイアンビートルの J01 を使って、そっから J01 と J11 を混ぜたマットを使ってるっていう感覚かな今は、うん、っていう、だからもうマットの種類の、なんだろう、もうほんとメジャーリーガーの移籍の
履歴みたいな感じぐらい変わってるマットも、そう、まあ、根本的には完熟微粒子マットみたいなイメージ、はい、でこれを、ここにまず土を詰めて交換していくって感じになりますんで、うん、はい、まずここのボトルに詰めていきましょう、はい、はい、ということで一度青くなります、うん、はい、右手、あ、逆でした、すいません、こっちが青くなりました。ただ何ら問題ないのでこのまま生かしていただきます。流れるようだね、はい、そしてこのスプーンで掘り返して行ったりもするんで、このスプーンも出させてもらいました。ごめん、これはまた後で使いますんで先に出させてもらいました、はい、出させた、まあ取り出したって感じですね。さあ行きましょうか。じゃあまずこのボトルに新しいマット詰めていきます。これね、もともと普段は結構事前にやったりしてるんですけど、はい、まあせっかくなんでまだ用意してないからこのタイミングでやります、うん、まあ一旦、まあだいたい2本分ぐらいのマットを出して、でちょっと気持ち乾燥気味になってるから、はい、ちょっと足そうかな水を、まあ、あんまりないけどねこういう機械、うん、J11 に関して、まあ J11 もね結構なんだろう、しっとりめではあるんだけど微粒子で、だからそれを混ぜることによってちょっと、まあ J01 よりかは J11 の方がちょっと乾燥気味だから、混ぜることによって水分がその乾燥してる、J11 に吸われて、たまに乾燥してる時あるからその置いてると、うん、だからそういう時はちょっと足します水を、はい、これでこんな感じでね、ある程度いい感じで混ぜたらこの2本に足していく、土をもう入れていく。だから感覚で言うと僕んち基本既製品の禁止瓶とかだから、うん、こういう機械ないけど、結構禁止瓶もブロックから禁止ブロックを崩して詰めてる人とかいるんだけど、禁止あのボトルに、うん、そういう人とかマットで管理してる人はこういう作業をしてるっていうイメージだね。そうだから僕もマット管理するときはこういう感じでやってますっていう、まあ、軽く最初パンパンに詰めてトントントンと潰して、で上から圧かけてより潰していくイメージで、これをね禁止瓶とか、まあ人によってはなんだろう、体重計とかに乗せて、例えばまあ 400g とか 500g とかぐらいを基準に全ボトル詰めていく人もいる。うーん、でも僕の場合はとりあえずこれで OK です、はいはい、これをもう一個って感じ。だまずは一旦こう上まである程度、ただこれだとまだふわふわだから、うん、結構こう下にトントンするだけでこんな半分近く沈むっていう。そこにまた追い土で、ここにまあ乗せてこう詰め込んでいくイメージ、うん、僕はねあくまで、はい、で最後に肩口ぐらいまでこう押すみたいな感じのイメージですね。ちょっとこう出っ張ってる場所があたりまで、うん、はい、これで OK で、これ残ったんでこれは戻しましょう。なんかこういう時に、まあ、出したやつをすぐ戻せるこういうチャック式のポリ袋はあると便利なんで、まあ100均とかにも売ってるんですけど、僕は Amazon で買ってて、まあたくさん使うから100袋入りの A3 サイズのやつ、ジッパー式ポリ袋みたいなので検索すれば出ると思います。だからこういうのリンクで僕が便利だなと思ったやつを概要欄にまとめてたりするんで、それもぜひ概要欄から飛んでチェックしてみてください。はい、はい、これで準備完了。ここに移し替えていく、うん、って感じになるんで、それをこうボトルで何グラムぐらいになってるかちょっとチェックしてみようか。ちょっとボトルも入ってるから重さがあれだけど、はい、これ0グラム。だからこれ多分同じぐらいになってんじゃないかな、同じような詰め方だから。なるほど。さあいきます。570、うん、そして566、だからまあ大体一緒ぐらい、うんうん、気持ちいいね、なんかね初めて測ってみたけど、もうね何回もやってる作業だから、そうね、まあ大体一緒ぐらいになるね、やっぱり、うん、同じような詰め方にしては、うん、さあそしていよいよこっからです、うん、この2匹ちなみに2匹とも、前回が1月だね、1月の19日、うん、だからまあ半年ぐらいここに入れてたって感じ、はいはい、まあマットでしかも低温管理だから、まあ、16度ぐらいの場所管理してるんだけど、うん、そうちょっとだいぶ低温種でだから半年ぐらい、まあ、マットの持ち様子見ながらやってるって感じ、うん、でまあ基本僕は半年に1回ぐらい交換してるイメージです、うん、こことかもだからもう年に 1,2 回って感じじゃない、マット交換は。これが、7月13、うん、これが1年前って感じのイメージ、うん、で元々はそんな書いてなかったりもした、うん、もうマット交換して書かずにとかしてたけど、動画にするようにしたから、待ってこいつマジで幼虫期間長いじゃんってなって、うん、動画にするようにしたからここを書くようにしてます、うん、これでまだ体重がね 10g と 7g 信じられる
4年で4年ですごいね、1年で 2g ぐらいずつ上がってるイメージ。へえ、ね、でこれね、もしかしたら両方メスかもしれない。あから、うんうん、羽化したタイミングでもし流通してればいいけど、同じような人がいて、うん、オスが出回ればいいけど、うんうん、メスだけってなると類代はできないけど、とりあえずこの2匹が無事に羽化してくれたら嬉しいねっていう状態だね、うんうん、はい、さあ行きましょう。まずこっち確実にメスの方から行きます。さあマットの状態はね悪くはないから、あとは幼虫がどれぐらいになってるか。ただここで 2g しか上がってないからね。ただようやくその産例、いわゆるなんだろう、成長期みたいな状態の幼虫になってたから、ここでもしかしたら上がって、お、オスだってなってる可能性もあるかな。だからここで 10g とかだったらまあメスかなっていう感じかな、体重的には。さああとは無事であれば。さあ行きます。無事かどうか、どうだ、出てくるか。で、あ、行きます。はい、来ました。おー、おー、いました。見て、4年、これが4年経った幼虫。信じられる。すごいよね。ふんだ、ふんした。あ、じゃあまあなんか普通の幼虫ですね。うん、そう、しっかり餌も食べてるし、針はあるから問題はなさそうかな、うん、ただ、ただ、ただただ小さい、うん、多分メスかなっていう感じ。その、多分メスかなと思ってるんだけど、ここにね、一応ね、なんかメスの場合はね、白っぽい線みたいなのが出るの、うん、うん、ただね、それが見当たんないからね、こっからどうなってくるかわかんない。こっからぐんと上がるのかもしんないし、単純にちょっと成長が、まあ体重が乗り切ってないオスの可能性もあるしっていう感覚かな、うん、さあちょっと体重測ってみましょうか。さあ前回が 7g、 さあ今回はどうでしょう。いきます。 6g。 変わっ、まあちょっと落ちてるけど、うんうんうん、ただまあこれぐらいだったら幼虫自体は張りもあるから、うん、健康状態は悪くはないから問題はなさそう、うん、はい、なんでここに入れていきます。とりあえず 6g だったね、まあ、1g 下がったっていう状態だったね、結果的には。これでここに入れて、で、まあ、元々の土をかぶせてあげるイメージで、はいはい、これで OK、はい、で、ラベルを貼り直すと、はい、で、ここに今日の日付を記入、2023年の7月15日、 6g だからマイナス 1g でした。まあでもとりあえず元気そうでよかったです、うん、さあそして残り1匹、こっちはね、だからもうちょい 10g だから、こっから 13-14g とかなったらオスかなっていう感じなんだけど、どれぐらい上がってくれてたらいいけどね。ひとまず見えないな、ちょっと心配ではあるけど、いや4年かけてね無事に羽化してきた時なんかもうたまんないよね。すごい異形ですね、うん、いや本当に、うん、おー、出てきました。さっきの子より大きいね、うん、これどこだ、オスなんじゃないかな。オスだったら嬉しいね、うん、でも大きいね、立派です。さっきの子に比べたら 10g、 前回が 10g、 今回はどうでしょう。はい、あー 9g、 うん、上がりきってないね。サイズ、グラム、まあでも 1g って結構誤差だから、言ってもまあ、うん、糞しただけで落ちるぐらいのグラム数だから、うんうん、そこで言うとまあ心配はないかな、張りもあるし。ただこう、増加ぶとより長いっていうのがやっぱすごいよね。ただ、あの増加ぶとは幼虫がみるみる大きくなってくれるから、マット交換の、言ったら楽しみというか、うん、今度はどんなサイズのお化け物幼虫が出てくるんだみたいな感じなんだけど、うんうん、こいつに関しては本当にずっと変わんないから、もう基本本当にずっと土を置いてるイメージぐらい変わってないから。そうか、土の減りも、そう、土の減りもほぼないけど、まあ着実に食ってはいるって感じだからね、うんうんうん、はい、とりあえず 9g でした。で、この子も入れていくと、ちょっと軽くトントンしてこんな感じで、で、元々いた土をかぶせて、これで OK ということで終了です。はい、はい、結果的に両方とも 1g ずつ、体重で言ったら、記入した体重で言ったら落ちてはいたけど、うんうんうん、幼虫の体の張りとか見た感じは健康的なんで、うん、そこは問題なかったかなっていう。ただまあやっぱもう何回見ても体重変わんないから、うんうんうん、このまま本当に羽化するのかなみたいな、うん、ところはあるけど、うん、まあ定期的にマット交換さえしてあげてればきっと羽化まで行ってくれるかなとは思うんで、
まあちょっとやっぱ幼虫期間長い分腰になるリスクっていうのももちろん上がってくるから、うん、単純にね。だからまあなんとか、うん、なんとか羽化まで行ってもらえたら嬉しいね。うん、あとどれぐらいかかるかも一応4年から6年とは言われてるけど未知数ではあるからね。うん、だから本当に登録者数が5000人とかの時とかぐらいからやってる子だからね。ちょっと感慨深いね、うん、こいつが羽化してくる頃には、うん、どれぐらい登録してくださる方がいて、うん、どれぐらい累計再生数が回ってるのかとか、うん、そこも気になるけど、はいはい、羽化した時羽化するのがすごい楽しみだね、うんうん、ということで、うん、まあ無事だったんでよかったです。はい、はい、具志堅的にはどうだった？いやもうなんか普通のクワガタとはまるで違うスピードというか、そうね、サイクルはね。で値段もそんだけするのも、うん、多分聞いてたけど忘れてて。ああまあそう、忘れるぐらいの頻度だからな、登場が。そんな高い、なんて不思議が詰まった。だからこれを購入した当時の三森さんもだいぶすごいですけどね。すごいよな、うん、クレジットカード2枚使ったまああまりおすすめはしない。あ、そう、絶対そう無理はしない方がいいから、うん、皆さん。そっから産卵セット組んで残った2匹っていうのが、うん、いやそうね。いやでもだからまだまだ先って考えた方がいい、うん、良さそうですもんね。そうね、うん、まあ、とりあえずでも幼虫の状態はそんなになんか普通、うん、いたって普通の。そうだから本当に1本目の禁止瓶交換して出てきたメスみたいな感覚だよね。だから数ヶ月ぐらいみたいな。数ヶ月ってこれはもう4年ですもん、ね、これはもう4年。うん、で次交換するときにはもう4年と数ヶ月経ってるって感じだから、うん、なかなか、うん、もう頭の片隅のどっかに置いとくぐらいの種類だと思う。うん、そうね、うん、もうずっと放置って感じだから基本は。でもそれをもうずっと続けてほしいですね、うん、そうね、楽しみだね。でも、うん、まあ無事に羽化してきた時なんてもう、もう計り知れない感動かもね。うん、なんか今までにない。はいはいはい、でこれがオスメスで分かれてくれたら一番理想だけど、うんうんうん、まあオスでもメスでも、うん、ちょっとすごい楽しみだとは思うんで、皆さんも、気にかけてもらえたら、嬉しいですし、ぜひチャンネル登録をして待っててもらえたらなお嬉しいです。そんな感じで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。